卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。阪南大学国際コミュニケーション学部学部長をしております香川真理と申します。2020年3月に卒業される皆さんにおかれましては、新型コロナウイルスの影響を鑑み、本学危機管理対策本部の判断により3月18日の卒業証書学域授与式が執り行えないこととなりました。本来でしたら卒業生の皆さんの門出を学部教員一同キャンパスで直接お祝いさせていただく予定でしたが、今回はこのようなビデオメッセージという形を取らせていただくことにしました。皆さんが阪南大学の学生として過ごされた日々は、これからの人生にとっての基盤となるかけがえのない時間であったと確信しています。入学式やガイダンスでは隣に座っている人にさえなかなか声をかけられなかった皆さんが、オリエンテーションキャンプや授業などを通じて仲間ができることで自分自身の成長を実感し、次第にゼミなどでは自分の意見を提案し、あるいは積極的に発表する機会などを得てこられたのではないかと思います。また専門科目や専門演習をはじめ、各種授業やスピーチコンテスト、卒業研究発表会、留学、資格取得、模擬国連、阪南模擬国連、クラブ活動などを通じ常にチャレンジし続けてこられた方も大勢いるでしょう。加えて多くの皆さんにはオープンキャンパスにおいても、皆さん自身の先輩がそうであったように、持ち前の明るさや元気さをバネに、時には自分の経験をもとにしたトークを炸裂させ、先輩として本学を受験される皆さんと接していただいたことに、学部長として心より感謝いたします。大学生から社会人へと移行される人生の節目にある今、皆さんは確実に成長されている自分を信じ、未来の自分に必要なことは何かと問いかける、とてもいい機会だと捉えていただきたいと思います。社会に羽ばたかれるにあたり、ご自分の目標を立て、明日に備えて常に基礎力を磨く、そういった姿勢を取り続けていただきたいと思います。仲間や初めて会う人と接する際には、まずは挨拶から始め、相手の立場に立って物事を考え、互いに心地よい関係を保つ、この一見当たり前のことが当たり前にできる国際コミュニケーション学部の卒業生であっていただきたいと願っています。そして近い将来、夢の半ば、あるいはその夢に到達できた時には、阪南大学を思い出し、再び母校に顔を出しに来てください。卒業生の皆さんと再びキャンパスでお目にかかれる日を楽しみにしています。